いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店員さんですか？はい、いらっしゃいませ。今日は何しに来たんですか？最近いつ耳かきしましたか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。いつ耳かきしましたか？耳かきですか？はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。記憶ありますか？いらっしゃいませ。最後耳かきした日は？覚えてないです。だってレイカ耳かきしてくんない。でも、うん、ゲームしてるヘッドホンがキャラメルみたいなのついてる。相当ヤバいということですね。わかんない。こんな汚い汚いキョウちゃんの耳きれいにしてもらおうと思いまして。よくあるやつね。俺も見たことあるよ。こうなんかこじこじやって、こんなこの耳からボーリングの球出すみたいなやつね。そう今日それできる。はい。もうなんだ。はい。というわけで、はい、カレイドスコープさんに来ております。というわけで、はい、お席の方に来たいと思います。あ、わかりました。はい、はい、はい、じゃあお席ご案内しますね。はい、お願いします。お願いします。今日は個室で特別な椅子をご用意させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、500キロ対応すごい。はい、じゃあどうぞおかけください。はい、はい、よろしくお願いします。先に耳の周りを洗いますね。耳の周りを洗う。本当に耳洗われてるよ。なかなかないよ。結構細かいシワとかがいっぱいあるので、汚れとかもね、たまりやすいところなので、今日は丁寧にしっかり洗います。はい。だからずっとヘッドホンしてるんで、結構耳自体が凝ってますね。凝ってる。腰のあたりとか硬くなってますね。へー、耳で分かっちゃう。腰痛いって言うもんね、ちょっと。最近のは特にそうだね。汚な。え、ありますね。うわ、えぐ。めっちゃいいですね。ちゃんの耳えぐ。なんですか。掃除してないですよ。いい感じですね。やば。柔らかいタイプの耳ですね。おー、うわー、うわー、すごい。きょうちゃんすごい。取れました。うわー、はーい、うわ、ありがとうございます。えぐ。こんな感じです。味噌じゃん、味噌。ここに溜めて、後でまとめて溜めてくれるんだね。ありがとうございます。すごい気持ちいいわ、見てて。ね、気持ちいい。うん、あ、すごい、あ、すごい。わ、何あれ、色すごくない？お、あ、すごい、あ、すごい。取れました。おー、はい、でっか。ちゃんの耳垢です。気持ちいい、気持ちいい。なんかすごい柔らかいので、つるんと取れますね。綿棒もなんか寝るって気持ちいいんだよな。あ、これは耳垢を取る専用のローションになります。ちなみに突き当たりに丸く映ってる真珠みたいなの見えますか？はいはいはい、あれが鼓膜ですね。へー。耳の結構奥ですか、これ？まだ入り口ですね、ここは。3分の1ぐらいのところです。めちゃくちゃピンクじゃん。ああ、これはちょっと癖になるかもな。気持ちいい。意外がありますね。いや、嬉しいな。すごいね、キョウちゃん。何年分の赤じゃない？キョウちゃん、全然毛がないですね。毛が薄い。これぐらいしかないです。ツルツル？ツルツル。耳の毛もツルツルか。ね、あ、そのなんか薄い、なんかその下についてるのも一応そうなんだ。もう少ししたら外側に集まって出てくるやつなんですけど、痛くないようだったら先回りして取っていくと、うん、しばらく綺麗な状態が長持ちします。どのぐらい持つんですか？皮膚の方までお掃除できれば2ヶ月ぐらいは全然。やっぱ柔らかい人は皮膚が常にこうしっとりしてる感じなので、デリケートなんですよ。まあでも右と左で聞こえ方が違うんだ。右やっぱ詰まった感じしてるもん。奥の耳垢っていうのは、あの耳の保湿をしたりとか、カビが生えないようにする成分も入ってたりするので、無理して取らなくて大丈夫なんですね。はい、これぐらいにしておいて大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ細かい汚れ取っていきますね。めちゃくちゃ綺麗になったね。うん、よかったね、キョウちゃん。うん、これは来ちゃうね。来ちゃうね。だけ長い毛があるので少し整えても大丈夫です。はい、耳毛切ってくれる。人生初カット。おー、初カットよ。長いのある。え、長いのを切るのは何か理由があるんですか？毛と毛の間に結構汚れが絡むので、少し短めにして拭き取ってあげるだけで全然これ具合が違うんですよ。へー。はい、こんな感じですね。あ、綺麗。いかがでしょうか？スルインと、キョウちゃん。右と左で全然違うね。違う？うん。はい、お疲れ様で。めっちゃ気持ちいいわ。じゃあ反対いきますね。はい。こんな感じです。うわ、結構な。うわ、すっえぐ。こんなになるんだ。あの、耳垢取るだけじゃなくて、やっぱり毛も
うわ、素晴らしいですね。きょうちゃんいいですね。素晴らしい。ブラボーですね。ブラボー。うわ、でもちゃんと上の方が隙間空いてるんで、あそこから音は拾えてたの。それは聞こえ悪いわ。めっちゃいいですね、これ。取れました。あ、もうそれだけで全然聞こえ方が、ヘドロみたいなの自分で聞こえちゃった。すごい、なめくじ飼ってるじゃん、耳に。耳になめくじ飼ってる、これ。取れました。うわー、なめくじだ。リリーがなめたのいつもこれなんじゃないの。リリーいつもキョちゃんの耳になめるもんね。うわー、奥に鼓膜が出ましたね。ほほー、こっちの耳の方がたくさん詰まりましたね。同じぐらいになってきた聞こえ方が。お、やった。すごい、ちょっともちょっとも見えますね。わあ、いや、いいですね。なかなかでもレアです。レアなんですね。30人に1人ぐらいです。今すごい、もう場所がなくなってきました。取れすぎて取れすぎて。ここら辺はもう毛細血管が透けてるのが、あの本来の姿なので、耳垢が取れていい状態になってきましたね。ピンクの綺麗な生まれたてのキョウチロ。痛いですか。今一瞬痛かった。ごめんなさい。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ごめんなさい。生まれたてのキョウイチロさん。取れました。はいはいはい。もういっぱい取れましたよ。うん、素晴らしい。おめでとうございます。すごい、取れました。大きな、すごい。これは YouTuber 内で一番の最強の最強の取れ高です、ね、最強の耳垢。どう、生まれ変わった。ちょっと声のトンでかいわ。あ、ごめんごめん、聞こえすぎちゃうから。聞こえすぎちゃう、ごめんね。はい、どうですか、京一郎さん。いや、ちょっと声でかいですね。あ、ごめんごめん、京一郎。本当に聞こえちゃうから。聞こえすぎちゃった。これでやっと、あのテレビのネットフリックスの音量を70から20ぐらいまで下げれるかなって。音量下げれるね。何がうるさいんだろうなと思ってたけど、うん、やっぱね、ヘッドホンしてると音はあんま変わんないけど、うん、こういうヘッドホンしてない時の音の聞こえ方が変わったのはちょっと新鮮ですね。びっくり。あと、なんかまだちょっとなんかこう裸にされてる感じがして。あ、なるほど、ね、早くなんか耳に詰めないとって思ってますよ。詰めなくていい、詰めなくていい、戻さなくていい。ちょっとまた来たいなと思いました。はい、今日は連れてきてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。撮っていただいて、はい、さよなら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。